ワイン&子供ど真ん中プロジェクト。この番組は忍ぶ心を形に、心の葬儀社日本典礼と子供たちと共に地域に貢献するガキンチョファミリーの2社の提供でお送りいたします。しゅんさん、ようこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。第1、第3火曜日の午後2時より生放送でお送りいたしておりますワイン&子供ど真ん中プロジェクト。ようこさん、はい、今日はなんと今年最後の生放送です。そうですよね。1年間早かったですね。早かったですね、はい、もうびっくりです。ええ、この1年陽子さん、しゅんさん、ワインさん、いろいろと活動をなさってこられたと思いますが、どんな1年でしたでしょうか。そうですね、今年も、いろんな方々とこうつながりというか、絆をね、深めていった中で、いろんな保育園の皆さんとか、そして高齢者の、皆さんと一緒に歌ったり、できたことがすごくこう1年間ね、いろんなところで、コンサートをさせていただいて、もちろんこのインターネットラジオでもいろんな方々と知り合いになれて、本当に有意義な1年間 でしたね。あ、なるほど、はい、そうすると今流行っておりますが、漢字一文字に例えるとなんていう感じになりますか。はい、ワインの和ということになるでしょう。なるほど、和うまく締められたようでございますけど、はい、はい、ぜひそういったところでも今日も実はですね、多くの皆さんがこちらのスタジオに遊びに来ていただいております。ぜひ皆さんもこちらの放送局に遊びに来ていただきたいです。こちらは千住から世界に発信、シーウェーブからお送りしております。今シーウェーブでは応援してくださる個人メンバーや企業メンバーを大募集しております。月会費は一口1,010円。はい、千住です。詳しくはシーウェーブで検索してください。またこの番組へのご意見ご要望、ワインさんへの歌のリクエストをお待ちしております。今陽子さんが音楽に合わせて指をここですよとやっておりますが、こちらのメールアドレスにぜひぜひお送りください。お待ちしております。お待ちしております。さあ、お待たせいたしました。それでは今年最後の生放送、最初のゲストをご紹介いたします。ヤングアメリカンズ足立エリアボランティアリーダー柴田康子さんです。歌って踊って新たな自分に出会う3日間をテーマにお話しいただきます。柴田さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。まずは早速ですが、自己紹介をお願いいたします。はい、ヤングアメリカンズの足立エリアボランティアのリーダーをしております柴田康子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今ヤングアメリカンズとおっしゃいましたけれど、そのヤングアメリカンズっていうのはどういうことをするんでしょうか。はい、一言で、話すのは難しいんですけれども、アメリカからですね、40人ぐらい の若者がやってきてですね、足立区エリアに住んでいる、子どもたち、小学校1年生から高校、3年生までの、子どもたち、約210名と一緒に、3日間歌ったり、かっこいい歌を歌い、かっこいいダンスを、踊りながら、3日間いろんなことが学べる、で3日目に1時間ぐらいのショーを、そうですね、210人 のすごくパワーあるんですけれども、子どもたちとヤングアメリカンズでショーを一緒にやります。はい、あ、そういうことやるわけですね。はい、ちょっとわからないのは、アメリカの人たちが来るわけでしょ。
でも、ただこう一人一人が来るわけじゃないんじゃないですか、はい、でなんか組織があるんですか。そうですね、アメリカにNPO 団体でヤングアメリカンズというところがありまして、で、日本には自分 NPO 法人の自分未来クラブさんというところが彼らを呼んできて、うん、で、日本の各地にですね、私のような、ボランティアの人たちがたくさんいましてですね、で、自分たちの町にヤングアメリカンズを連れてくるみたいな、そういう形で、やっています。あ、なるほど、はい、でそのじゃあヤングアメリカンズという団体は、はい、日本に来るだけで作られた団体なんですか。あ、いえ、ですね、ヤングアメリカンズは世界いろんな国をでワークショップ出張授業をしています。あ、全世界なんだ。はい、はい、そうです。全世界に行くんだけども、うん、はい、その日本の場合は日本なんでしたっけ。はい、自分未来クラブ。あ、自分未来クラブという人が呼んでくれるわけだはい、そうですね、はい、呼んでくれて、呼んでくれただけじゃできなくて、はい、そこで柴田さんの登場になるの。はい、で、そうですね、足立区エリアに住んでいる、ボランティアの人たちと近隣に住んでいる人たちと、一緒にですね、3日間の運営、またいろんな学校にですね、チラシ、今年は足立区の小学校と中学校の全部、今年初めて全部配れたんですけど、チラシもお金がかかるので、今年は全部の小学校と中学校にチラシを配って、はい、うん、こういうチラシをね、はい、こういうチラシをね、配ったわけですね、はい、そういった活動をしたりとか、で当時説明会を開いたりとかですね、で3日間の運営をやっています。なるほど。じゃあ柴田さんは、はい、足立区エリア担当だから、はい、こうやって足立でこういうことをやるときに、はい、まあ、学校にチラシを配ったり説明会をやったりして、これを運営するわけですね、はい、そうですね。なるほどね。そうですか。で、ほら、外国の人を呼んでみんなで音楽やダンスやるんでしょ。はい、そうです。うん、でもそれだけだったら結構いろんなところで、はい、やってますよね。はい、そうですね、うん、日本各地で。でもヤングアメリカンさんは、まあ、それをすることの対する目的というか、はい、ただやるだけじゃなくてっていうところってありますか。そうですね、ヤングアメリカンズ のメンバーも、もう、完全に無報酬で ボランティアでこの活動を。ボランティアで、はい、やっています。はい、ボランティアで。だってアメリカから来るんだよ。そうです。それなので、そうですね、日本にやってきて、ホストファミリーのお家に泊まって。泊まって、はい、じゃあ宿泊費をなくして、はいはい、で、ね、でボランティアで、はい、で、そうですね、運営もボランティアでやり、で、そうですね、行政さんが協力していただいて、会場の方とかも取っていただいたりすると、非常に普通の民間のところで利益を上げてやると思うと、やっぱり参加費ももう本当に4万5万かかるようなプログラムをになっていますね。あ、はい、が安く収まる。はい、そうですね、今は、1人18,000円。1万8000円で参加できるの、はい、そうです。3日間やって。はい、はい、そうです。安いじゃんそれ本場から来るわけでしょ。はい、はい、でもすごく人気のあるプログラムなので、うんうんうん、まあ、1万8000円の参加費で3日間なんですけれども、うん、今年は足立の、申し込みは4分弱ぐらいで全部完売になりました。4分で完売、はい、はい、210名。はい、そうです。もう本当にみんな口コミで、うん、すごいプログラムだということで、うん、みんな一生懸命申し込んでくれる、うん、大きなプログラムになっています。うわ、じゃあそのすごいプログラムの中身教えてくださいよ。はい、そうですね、これ一言ではなかなか言えないんですけれども、うん、なんかこう子供たちが参加するのは子供たちでしょ。はい、そうですね、小学生とか。やっぱ親としては子供たちがこう成長できるかどうかってすごく大切なところだと思うんですが、はい、そこの部分ってどうですか。そうですね、すごく楽しく、なんていうんですかね、こう人と自分は違うとか、自分と全然違う価値観の、を持っている違う文化のヤングアメリカンズがやってきて、40人やってきて、はい、はい、うん、で子どもたちもこういろんな年代がいて、いろんな個性の子がいて、で、まあ、そういう、自分とは違う個性の子を受け入れることができたりとか、みんながそのプログラムも全然すごく、じゃあ学ぶんだっていう押し付けがましいプログラムではなくてですね、
こう乗ったら最後までこう降りれないジェットコースターみたいな感じでですねあれよあれよという間に、はい、歌を何十曲もかっこいい歌を歌い、かっこいいダンスを踊り、踊れなくても全然いいんですね、あのすごく楽しいです。はい、でいきなりだえでもじゃあ何レッスンされしている日本の子どもたちが参加するの？はい、いやあの全然歌ったことも、踊ったことがない子でも参加できます。で私も実際ですね、大人のワークショップっていうのを、大人のワークショップ、はい、受けてみたことがあるんですけども、歌ったこともそのダンスもできないんですけれどもすごく楽しく参加できました。うん、で定位置は恥ずかしいので一番後ろの一番端っこにずっといたんですけども、うん、見てた子供には、ママおでこしか見れなかったんですけど、すごくその、楽しい自分を居心地がいい場所で楽しく3日間過ごせて、そうですね、例えばその自分参加しているそこでお友達になった、お友達がとてもダンスが上手だったりとか、ダンスが上手じゃなくても歌が上手じゃなくても、すごい勇気を出してみんなの前で歌ったりするのにこう感動したりとか、すごいなと、あんなことをするんだと、みんなのこんなみんなの前で歌って、じゃあちょっと自分もちょっと歌ってみようかなっていうなんか気持ちにさせる。でもちょっとその背中を、押してもらえないとできない子たちをですね、ヤングアメリカンズは見るのが、見つけるのがとっても上手でですね、でこうやだな、でもちょっとこう言われたら刺されたら歌ってみようかな、どうしようかななんて思っているとですね、ヤングアメリカンズがですねこう自分のこう後ろのところでこう手を挙げてくれたりする、で知らないでこう言ってると、なんか自分の方を見ているぞおかしいなと思うと後ろで手を挙げてくれてる、じゃあしょうがない歌ってみようかなみたいな、そういうこうちょっと背中を押したりするも上手で、すごく逃げ隠れしててもこう見つけてこうなんていうんですかね、やる気にさせるのがすごく上手なメンバーですね。なんかその40人のアメリカの、方々がそうやってみんなをちょっと背中を押したりするのがとっても上手な人たちがこう盛り上げてくれるわけだね。そうですね、もうすごくこうハグしてくれたりとか、もう完璧ってこう日本語で、自分に拍手っていう感じでのどんどん乗せてきて、1日だからその小学校1年生とかにしてはその例えばこう体力的には結構朝から晩まで、きつかったりもするんですけれども、もう大興奮で、普段学校の先生からは集中力がないとか言われている子どもも、もう1日もすごい集中力を発揮してもう夜にはクタクタっていう感じの、もう本当に楽しいワークショップです。例えば人前に出るのがこう恥ずかしがったりね、みんなの前で歌うなんてすごい大変だよね、でもそんなことも 3日間のうちに、例えばできちゃうようになっちゃうこともいるんですか？そうですね、自分の子供がまさか人前で歌えることなんて絶対できないとか、ダンス人前で踊るなんて絶対無理っていう子がですね、なんとですねこう一人でこう満場のいるオーディエンスの前で一人で歌ったりとかすることができたりするんですね。すごいですね。そうするとこう手伝っている私たちも感動したり、一緒に参加している、子どもたちもその最初の時にはあの子とっても引っ込み思案だったのにすごいっていうその共有、一緒に共有できる時間があったりとかするので、すごくそういうのも含めてショーが目的ではなくて、その3日間 のワークショップがすごく大切なプログラムです。なんか自分の中に眠っているものをなんか引き出してくれるような気がするんですが。そうですね、すごくその子その子が持っているこう良さみたいのをこう引き出すのがとても上手ですね。それはなんか夢のような話だね。はい、そうです。自分の良さを引き出してもらって、それをショーで発揮できたら ね、こんなに自信になることないでしょう。そうですね、そうですね。でも自分本人も気がつかなかった良さみたいなのが、ね、はい、出てきます。すごいプログラムじゃない。ぜひやりたい大人もよたるもって言ってたよね。はい、ね、ありますので、はい、働く大人のワークショップなんていうのもありますので、いいよねそれもね、はい、大人だってやっぱり成長したいしさ、はい、ね、自分の今まで分かんなかったいいところ引き出してもらったら最高じゃない。はい、そうです。で、さっきほら、一番後ろでやってたって言ったけど、はい、何、
普通ほらここに立ちなさいとかさ、はい、決められるじゃない。そうですね、あの全然そういう決まりはなくてですね、ないの？自分の、はい、居心地のいい場所で、うん、あのできるというか、この無理強いはしない、うん、無理強いしないの、順番に歌いますっていうのもないですし、歌いたい時に 歌いっていうか、その無理強いはせずに、あの楽しくこうプログラムが進んでいくので、あの歌う気がなくても歌っちゃったり、うん、踊りたくなくても踊っちゃったりっていう感じで、うん、あのあれよあれよと3日間が終わる感じですね。自分のこう、はい、安いところで、はい、自分のペースでやれるわけですね。 そうですね、それがまたみんなにこう乗せられて、そうですね、うん、すごくこう歌と、ダンスを使ってすごくこう、うん、大切な、うん、ことを学んでいける、で子どもたちの心にいろんな種を、撒いてくれるようなプログラムになっています、うんうん、でそれがまあその異文化のコミュニケーションだったりとか、自分と自分と違う考えを持っている友達も受け入れたりとか、そういうことがこう押し付けがましくなくて、すごく自然に理解できるような感じになっているかなと思います。じゃあそのすごくいいプログラムだと思うんだけども、はい、その自分になかったものを引き出してもらえたり、はい、異文化を感じてそれを受け入れられるようになったり、はい、できないことができちゃったり、はい、すごいねそれ。そうですね、それっていうのはもうずっと足立区の方でやられてるんですか？はい、2006年ぐらいからやってるんですけども、でもはい、で、そうですね、ボランティアとして本格的に関わり始めて、うん、はいはい、そうですね、もうかれこれ、8年ぐらいになるんですけれども、だからもうこれが ここに10周年って書いてあるので、そうですね、はい、ほぼね、10年目ぐらいになるかと思います。はい、この始まった直後から足立区の方で、はい、そうですね、いつも春に毎年やっています。で、毎年やるのなかなかホールを3日間抑えるのっていうのは、うん、とても大変で、やっぱり地域との人たちの応援と行政の人たちの協力がないと、なかなかこう3日間毎年、会場を取ってやるっていうのがとても難しいかなと思うんですけれども、おかげさまで、いろんな方々の応援をいただいて、毎年足立区にヤングアメリカンズを、来ていただけるようにことができるってことですね、はい、すごいね、毎年やってるのね。そうです、どんどん増えていくでしょう、はい、希望者が。そうですね、で、はい、申し込むのすごい今年も大人気だったんですけども、協力してくれるそのボランティアの方も募集しております。はい、はい、じゃあやりたいっていう人はここに、はい、ぜひアドレスに問い合わせていただければ、はい、私の方で責任を持って、はいはい、ね、はい、柴田さんに言いますから、はい、ね、いや今日いい話聞いちゃったよ ね、 そ、 うですね、そのこうボランティアはその地域の、ね、力が、はい、必要なわけですね。必要です、はいはい、なのでぜひぜひ地域の皆さん、はい、呼びましょう、はい、一緒に、はい、一緒にやっていきたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんかね、もっとずっと話を聞きたいんですけれども、すみません、この番組生放送でございます。ぜひまたこんなことやるとかあんなことやったということをですね、教えていただきたいと思いますので、ぜひまた遊びに来てください。柴田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。素敵なお話で、そうですね、本当に多分私が思いますに、はい、しゅんさん行っちゃいますよ。行っちゃいますね。踊っててますからね。本当ですね。はい、それではワインのお二人に歌っていただきます。お願いいたします。はい、それでは私たちワインのオリジナルの曲、月見草という曲を聴いてください。私は姿見せずに咲くことにしました。
生まれてきた方、私のせいじゃないのに、神様は不公平、雲で霞んだ月明かりの下で、私のました。それでは早速本日お二人目のゲストをご紹介いたします。 NPO 法人プラチナクラブ理事長の大竹恵美子さんです。テーマは三丁目の夕日構想です。大竹さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いいたします。まずは早速ですが、ご自分の自己紹介をお願いいたします。はい、NPO 法人プラチナクラブ の理事長をしております大竹です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、で、プラチナクラブはというところも少しお話しちょっと聞かせてください。はい、よろしいですかね。うん、はい、まあ、簡単には福祉サービスをやっているんですけれども、普通の福祉サービスというと、今までの、ね、福祉サービスの考え方っていうのは、ちょっとハンディのある部分を手を差し伸べるというのが福祉サービスの形だったかとは思うんですが、うん、私たちが考えているプラチナクラブでは、高齢障害子育て の子どもさんたちそれぞれがいろんな力を持っていて、その持っている力を引き出して、キラキラ社会を作っていこうと、自分たちで作っていこうというような考え方で、活動している。キラキラ社会を自分たちの力で作っていこう。はい、そうです。いいねそれ。
ありがとうございます。わおわお。ありがとうございます。はい。そのキラキラ社会 NPO 法人プラチナクラブを立ち上げたきっかけ。きっかけですか。教えてください。はい、ものすごく初めの方はの話ちょっと聞かせてよ。初めの方ですか。うん、まあ、プラチナクラブを立ち上げのきっかけというよりは、うんうん、私自身が、ね、はい、そうそう、そこが聞きたいんだよね。まず一個人としてですけども、はい、私30年ほど前は足立区ではない、まあ、大田区に住んでたんですが、大田区、ね、はい、うんうん、で大田区住んでる時に、まず私自身がなんか楽しめることというか、あと、うん、ちょっと異端児に近いところがありましたので、うん、人とは違う考え方とか感じ方をするような子供だったんですけども、うん、そんな子供、うん、子供時代の自分自身のためにというような気持ちで、とにかく楽しいことだとか、うんうんうん、何でも関わりたい、やってみたいというような気持ちで、うんうんうん、当時地域に行った子供たちを、はい、なんか集めてですね、はい、でなんかその辺にある木切れだとかいろんなものも集めて、うん、で住宅地の中だったんですけど、うん、焚き火しちゃったり、焚き火しちゃったろそれ怒られてるでしょ、火遊びしちゃったり、火遊びしちゃったろとか、あとそうですね、今ではねハロウィンパーティーとかも皆さんきっと楽しまれてる人も多いと思うんですが、30年前ってハロウィンって知らない人の方が多くって、うんうんうん、そのハロウィンパーティーなんかも説明しながら、うん、その結局子供さんたちを連れ込むということは、うんうんうん、ママさんたちも理解してもらわなくちゃいけないので、はい、うん、でそういったハロウィンパーティーやってみるだとか、あとは禁止事項のない公園作りというちょっとした空き地がある、でそれをなんか行政がなんだか普通の公園作っちゃうみたいだよみたいな話から、いや今度こそ私たち の思うような公園にしていきたいよねっていうようなことを、まあ地域の人たちとね一緒にやってたりだとか、そんなことを過ごす中で、そうですね、そんなことをやったり、あと興味本位で子ども関連の施設に回ったりだとか、高齢者の施設に回ったりという本当に失礼ながら無責任にちょっとねボランティアというか関わった中でですね、高齢者福祉の関係のいろんな制度上の問題点っていうのが見えてくるようになり、当時住んでたお宅役所に行きまして、そうなんですね、こういうようなことってもっとこんな風に改善したら、行政だって、こっち私たち生活者だっていいんじゃないっていうような提案をしたつもりだったんですが、一市民として行ったんだ、一市民として行きました、行ったのね、はい、ところがどうした、 あなたが資格持って、うん、実績上げてお仕事としてスタートするところからじゃないですかみたいな、なんかちょっと軽く足があんたそんなこと言ってんじゃなくて資格取って自分でやればって、そんな感じですね、それから言えばって、そう、で、言われちゃったのね、そうなんです、頭きたでしょそれっていうか、まあ、行政ってこんなもんだよね、うん、あ、こんなもん、大人だね大竹さん、それまでも、ね、やはり公園作りの関係だとかちょっと行政とね、うん、やっぱり話す向こうにも、向こうっていうか敵じゃないんですけど、行政サイドにも行政サイドの、はい、もちろん理由があるのも、それもよく分かんない、そんな簡単に当然ね動くんじゃないよね、はい、みたい、それよりも私正直言ってそのこと福祉って全く関心なかったので、はい、無責任な人だったので、あ、無責任な人が行ってそしてそれはダメだわな、いや、それなりにはボランティアは真剣にやります、あ、はい、他のもっと手近な楽しいことをやってなってことをやってた、で、まあ、ちょっとしたきっかけでこっちの足立区の方越してくるようになり、うん、はい、でこちら越してきて周りにお友達もいなかったし、足立区方とか見ながら、うん、いろんなイベントだとか、まあ、講座みたいなのもあったので、そんなのに参加する中の一つにヘルパー講座みたいなものがあって、でその時は全然その仕事なんていう全く意識もなく、そういえばおたくんにいた時に資格取ってって言われたなっていうのはちょっとちらっと思い出して、じゃあそんなに言うね資格ってどんなに偉いもんなのよみたいな感じでちょっと勉強してみようかなっていう感じで参加しまして、でそこの講座で知り合ったお友達というか受講生の人たちと、八尾田時代にこんなことやってたんだっていうことだとか、あと今後ねなんかコミュニティみたいな、高齢とか障害老若男女問わずコミュニティみたいなことをやっていきたいね、やってきたいんだというようなお話とかしてたらば、周りに行って、私が無責任な感じで福祉に関わってたので、周りの人たちもみんな無責任じゃないかもしれないんですけど、できるなんか、いいねいいねとか、やれよ、やっちゃうやっちゃうって、できるよできるよみたいな、なんかそういうノリ でそのノリに私もなんとなくその気になっちゃったみたいな、そういう気になっちゃったねそうですね、出てきちゃったのね、まあ、そんな感じで、まあ、たまたま当時NPO 法っていうのも、うん、制定されて間もない頃で注目されてたのもあって、うん、その、まあ、趣旨とも、うん、なんか合うかなって、これだという感じで作り上げたのが NPO 法人プラチナクラブが
なるほど。ほら大竹さんさ、名刺もらったけどさ、なんか取るの難しい資格取ったじゃないの。いやそんなこともないです、それほどでもないんですけど。いやでも大してもだからやっぱりその大竹社長で言われたことをきちんと自分の中で消化して形にしてるんだよね。それはまあそんなことがあったなって、大田区役所にあんなこと言われたなっていうのありましたけど、うん、資格取ったのは全然大田区役所の職員 の、うん、あのおかげでもせいでもなく、おかげでもなくではなく、はい、自分の中 の、うん、やっぱりいろんなじあの、うん、結局あの法人運営をしていく中 で、うん、でいろんな周りからのこういう事業こんなことやりたいやってほしいとかというのに応じてるうちに、まずは自分で、まあ、プレイヤーとしてもやっぱり動かなくちゃいけない部分があり、うんうん、でもうプレインマネージャーみたいな、うん、あの感じで、うん、とにかく動かなくちゃいけなくて必要に迫られて、うんうん、取らざるを得なくて取ってったというのが、うん、まあ、今持っている福祉系の資格になってるんです、ね、でも大したもんだよ。いやいや、そんなことはないんですけど、うん、で、はい、さっきテーマ の、うん、あの3丁目の夕日構想、はい、うん、は何ですか。3丁目の、うん、知ってるくせに、いやいやいや多くの人はね、あの、はい、オールウェイズ3丁目の夕日という映画とか、うんうん、あのビッグコミックオリジナルの原作ですけど、うんうん、あの3丁目の夕日という漫画がありますけど、うん、はい、要は舞台は昭和30年代ですよね、はい、うん、あのいろんなもん個性が、うん、あの遠慮なく共存していて、うん、で本当に遠慮なくあのいいも悪いも関係ないおせっかいが満ち溢れているよ、うん、あの時代の、うん、縦横斜めのいろんな関係が、うん、まあ溢れているというかね。でその中であの私も30年代の生まれ育っているんですけども、うん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 、あのその中で、例えば心が凍るようなね、凍るようなまで言うとあれですけど、ちょっと寂しいような気持ちでいる時にも、いろんな地域でお仕事をしているようなおじちゃんたちだとか、おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、いろんな方たちとの関わりの中で、私は人間力みたいなものを何かこう培ってきたかなと。でそういったものがあったおかげで、大きく社会から外れることもなく、そこそこ楽しい人生を送らせていただいてきたなという、その環境にすごく恵まれたおかげだなっていうふうに感じるところがあり、うんうん、してあの現在のちょっとこうなんだろうな、あの希薄なね、人間関係のちょっと希薄な社会の中で、満たされないものというのを、もっとそんな制度の力だとか、うん、そんなことしなくても、うん、あの高齢障害子育て、あの縦横斜めのいろんな関係で、解決できることってあるんじゃないんですかっていうのが、まあ、簡単に言えば三丁目の夕日構想ということなんですが、うんうんうん、人間力ね、うん、その人間力どんな感じで培ってきたんですか。どんな感じで、自分の体験としては、私の体験もうたくさんありすぎちゃって、うん、じゃあ一つだけ聞かせて。そうですか、そうですか。あの培ってきたっていうか、ま、体当たりというかですね、うんうん、私が培ったというよりは、本当にもうさっきもちょっと言いましたけど、ちょっと寂しい気持ちで歩いていると、うんうん、まあ、街中に出れば、街中というか本当にまあ近所には鉄工所みたいなところがあったりして、でそのおじちゃんたちとかはもうとにかく黙々とというか真剣にそのまあ溶接のお仕事をしてたりとか、なんかこう図面みたいなのを照らし合わせたりとか、なんかこう真剣に仕事をする姿を見させてもらったり、でそのおじちゃんはなんか家に帰れば頑固親父として、あの家族の人たちには敬われているような、嫌われているようなそれでも家族をちゃんと守っていくだとか、そんなようなものもね、すごくこうリアルに見られるようなものがたくさんあって、いろんな、そうですね、社会の仕組みまで言うたんですけど、その人と人との関係 の、 あの仕組みっていうかね、そういったものも見えて、でもうありがたさというかね、そういったことも感じられてっていうようなところですかね。なるほどね、はい、でそういう世の中にしていきたい、まあそうですね、持ってるわけね、はいはい、なのであのうち の、 あのプラチナクラブとしては、うん、まあ、高齢障害小さな子どもさんたちの支援もしてますけれども、法人の内側だけではなくて、まあ、行政もそうなんですが、あの北千住にはいくつか大学がありますが、そちらの大学の方とも連携させていただいたり、企業さんとも連携させていただいたり、とにかく、まあ、そういった、関わりをつなげて連携をしていくというような、ことで、昨日もですね、
なんですね、うちの高齢者施設のね、あのおじいちゃんと、まあ、小さな子どもたちと一緒にお誕生会やったりだとか、うん、あの七輪のパーティーみたいなことを、うんうん、あの近所の小さなお子さんがいるママちゃんたちとがね、あの来てもらってやってくれたりだとか、あの、まあ、もろもろいろんな、うんうん、あのコミュニティということで、うんうんうん、あのプラチナクラブの場所を使ってもらってね、あのとにかく皆さんの心の力というのを、うんうん、移管させていただいて、今ねお話聞いたこととか、うん、あとはその、ホームページ見させていただいてね、いろんな事業をされているようなんですが、うんうん、やっぱあの行政がどうもやれないような、うん、ちょっとそのかゆいところに手が届くような、うん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 、すごく素敵な部分を、うん、展開されていると思うんですが、うんうん、そこら辺のところのお話を、考え方のお話を、考え方ですか、うん、はい、考え方という考え方というか、まあ、まずちょっと思いご自分の思いですね、はい、まずはプラチナクラブ平成、13年の年末に立ち上げて、年末だったので明けて14年のところから、うん、まずは子育て施策に関して のちょっと、意見などを申し上げに行きまして、で、ちょうどそのちょっとかっこよく言うと時 の総理小泉首相がですね、うん、次世代育成行動、政策推進法かな、そんなことを作り、で足立区の中でもこの行動計画というのを作っていこうというのの委員の方も仰せつかりまして、そういったあでもないこうでもないという、うん、生活者の実態の部分のところから、うん、意見を言わせていただいたり、もちろん相応の組み立てっていうか、形も提案はしてたんですけど、そんなプロセスを得て平成16年足掛け3年かけて子育て政策に対してご意見させていただいてから足掛け3年で、子育てホームサポート事業、今子育て応援隊という事業になってますけど、そういったものもなんですかね、設立というか、うん、今は事業委託もさせていただいているんですが、で、当時やっぱり子育て支援っていうとどうしてもいわゆる低所得者ですとか母子家庭の方だけが行政サイド のサービスが行ってたんですけれども、専業主婦家庭の孤立した子育てというようなところにも、はい、行政サービスが入るというところで、やはり全国初の試みとして、初の試みだよねで、いろんな何ですかね、報道機関とかも問い合わせだとか、うん、そんなことがガチャ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 来ている中でもっていうようなことをやったんですが、大竹さんはだから、うん、今までなかったことを作っちゃったんだよね、うん、まあ作ったっていうか私が一人で作ったわけじゃないですけどね、まあそういった、はい、そこがやっぱり大竹さんの持ってる、うん、一番こう素敵なとこじゃない、うん、ですね、制度すでにある法律や制度っておかげで私たちはすごく安心してね、社会生活を送れてるなとも思ってるので、それはとてもありがたいことだとは思ってるんですけど、はい、行政関係の方が敷いたレールを走っているだけでは届かないようなところにある素敵な綺麗なお花があって、でそれを取ってみんなに配ってあげたらもっともっとみんな幸せになれるよっていうことを言いたくて、なのでそっちのレールとは外れたところに道を開いていきたいんですと、で素晴らしいよ。いやいや、まあ、でその道を開こうとすると、ただやはりね、私たちの安全を考えて、いや、うん、そっち危ないからそんな道開いちゃダメだよっていうふうに怒られたりもたびたびするんですが、それでもなんか怒らない方法ないかなって、住宅地の中で焚き火しちゃうぐらいな、なんかその発想でですね、いやちょっと悪い子のえみこちゃんがですねまあでもそれでもその先にはみんなきっとそのお花がちゃんと届いてお渡しできれば、みんな本当に幸せになるはずですっていうような、ちょっとまあ抽象的な言い方ですが、福祉サービスってね、たびたびニュースでも報道されてますけど、社会保障費の関係がもうどん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 財政圧迫してって、本当にこのままこの考え方で言ったらば、本当に財政圧迫 でそのしわ寄せって絶対に私たちよりも若い世代、今幼い可愛らしい子どもたちの世代が証拠になっててしまうので、今やはり気づいてやって、実態とあったところでのこういったやり方があるよねと、でそれはさっきの三丁目の夕日ではないんですけども、
縦割りできれいに整理されてる行政サービスっていうことではなくて、縦横斜めが関われるような、それぞれの人が持ってる人間力がちゃんと生かされるような仕組みにしていけば、そんなにお金をかけなくても、でそれぞれの一人一人の人もちょっと気持ちが温かくなるような、人生を送れるような制度にしてほしい。素晴らしいよ、二手さん。いやいやいや、俺惚れちゃったよ。ありがとうございます。惚れちゃいました。惚れちゃった。わかりました。そうしましたら、そんなことはないですけど、皆さんそこでこのまま行くときっと明日になってしまいます。この番組も生放送でございますので、どっかで切らなきゃなりません。しゅんさん、惚れたついでにまたぜひ大竹さんにこちらに来ていただいてですね、この続きというか、これよりももっと大きい3丁目の夕日構想をまたぜひお話をしていただきたいと思います。生放送でここで切るのは非常に忍びないんですが、またぜひこちらのスタジオに遊びに来てください。 NPO 法人プラチナクラブ理事長の大竹美子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日もリスナーの皆さんからワインのお二人にリクエスト曲をいただいております。本日のリクエスト曲はきよしこの夜です。メッセージもいただいていますのでご紹介いたします。ワインさん、こんにちは。もうすぐクリスマスですね。我が家には毎年必ずサンタクロースが来ます。ところが夏休み前頃から上のお姉ちゃんが、サンタクロースは本当はいないんだってさ、ママ知ってたでしょと言い出しました。しかし先日、ママ、サンタクロースいるの今でも信じてる？と突然聞いてきました。もちろん信じてるよと言うと、だからだとニコニコしています。よくよく話を聞いてみると、サンタクロースはサンタがいることを信じてる家にしか来ないと、どこかのお母さんから聞いてきたらしいのです。うちは家族全員サンタがいるって知ってるから、サンタさんが安心して来てくれるんだよと分かったようなことを妹に言っていました。クリスマスって信じる気持ちを顧みる日なのかな、などと子供に教えられた気がして、清らかな気持ちでこの歌をリクエストします。ということで、みゆちゃんとまゆちゃんのママさんよりいただきました。きよしこの夜です。きよしこの夜、ありがとうございます。今日も素敵なゲストの皆様に、いろんな、ね、お話を聞いて本当に、楽しい 1時間でございました。それではですね、最後に私たちの、オリジナルの曲、このラジオ放送のテーマソングでもありますラジオという曲をお聴きください。好きなの嫌いなの
なぜなの。ラジオはいつでも私に優しく語りかけてくれる素敵な宝物なの。素敵な宝物なの。はい、ありがとうございました。メールが届いてます。久々生放送聞いてます。理事長、放送事故になりませんように応援してますということで、美穂さんよりいただきました。大丈夫です、美穂さん、放送事故にはなりませんでした。はい、それでは、はい、それでは私たち、あのワインの、告知をさせていただきたいと思います。まずですね、12月20日日曜日、みんな映画みんなの学校の上映会があります。元気というホールですね、5階研修室3で、上映されます。1回目が11時から、そして第2回目が14時から、映画、鑑賞できます。ワインのミニコンサートもございますので、ぜひ皆様いらっしゃっていただければと思います。そして次の日ですね、12月の21日月曜日は大人のコミュニティカフェ、また明日フラールガーデン東京の1階で、ワインのカルチャー教室が開催されます。ワインと歌おう昭和の名曲ということで、11時から12時まで、受講料は500円です。ぜひお近くにいらっしゃる皆様いらしていただければと思います。そしてですね、12月の22日次の日ですね、日本天霊プレゼンツルソラリオン西新井でワインクリスマスコンサートが行われます。ルソラリオン西新井の1階ロビーで行われます。14時から15時まで、入場無料でどなたでもご入場いただけますので、ぜひいらしていただければと思います。そしてもう一つ、1月の9日土曜日、満天工房ワイワイサロン、ワインのおしゃべりコンサート、和田地区の西新井本町の方でね、ワイワイサロンという満天工房さんが、満天工房があります。そこでですね、14時からですね、2時間、入場料は500円となっております。ぜひお近くでの方も、お近くでない方もいらっしゃっていただければというふうに思います。そして私たち、ワインが CD も出しております。大手 CD ショップにてご注文で購入いただくか、インターネットショップまたは iTunes でも購入いただけます。もちろんワインの、ライブ会場でもご購入いただけますので、ぜひお手に取っていただければと思います。はい、ありがとうございます。また本日のゲストの最初のヤングアメリカンズ足立エリアボランティアリーダー柴田康子さんからです。このヤングアメリカンに興味のある方はぜひホームページをご覧くださいということとともに、サポート活動に興味のある方はぜひそちらのメールアドレスにお問い合わせをください。こちらから柴田さんの方にご連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。また今陽子さんからもお話がありましたが、12月20日日曜日11時からと14時からみんなの学校の映画上映会がございます。場所は子ども支援センター元気5階となります。ぜひこちらも皆さんお越しください。ワインさんもいらっしゃ、はい、そこで、はい、ミニコンサートがございますが、みんなの学校の上映会、ぜひこちらの映画も皆さんご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。今日もあっという間の50分でございましたが、はい、そうですね、最後の、2015年最後のインターネットラジオ放送でした。また楽しい、そうですね、番組を作っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
ワイン&子どもど真ん中プロジェクト。この番組の提供は、忍ぶ心を形に、心の葬儀社株式会社日本天霊と、子どもたちとともに地域に貢献するガキンチョファミリーの2社でお送りいたしました。はい、次回の放送は平成28年2016年1月5日です。なんか1ヶ月もないんですけれども、年が明けたなという雰囲気がします。今年も1年間この番組を応援してくださり、皆様本当にありがとうございました。来年も情報盛りだくさんで楽しい番組にしていくように頑張ります。はい、頑張りましょう、頑張りましょう。それでは皆さん、素敵なクリスマスを、そして良いお年をお迎えください。次回までさようなら。さようなら。良いお年を。良いクリスマスを。